はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、ももすけです。今日はですね、今月発売されたばかりの第一電波工業 CR627S、 こちらの方をゲットしましたんで持ってきました。まあもう夏の終わりという時期ですが、まだまだ 50MHz 気になりますよね。今日は 50MHz の運用をして、この CR627S の性能チェックをしてみたいと思います。で、この CR627S は50、144、430MHz のトリプルバンドのアンテナとなっています。144MHz が2分の1ラムダ、430MHz が8分の5ラムダ2段で、今日使う 50MHz は4分の1ラムダ、140、430はノンラジアルで使えて、50MHz については、ラジアルというか、まあ、アース、RF グラウンドを確保して使う必要があるアンテナとなっています。で、これメーカーにちょっと聞いてみたんですけど、実はね、これね、 50MHz の4分の1ラムダについては短縮なしのフルサイズなんですよ。なんかパッと見短縮されてるアンテナなのかなと思ってたら、フルサイズだってことなんですよね。ということで、これね、トリプルバンダー、まあいろんなバンドに出られるアンテナとはいえ、50MHz の性能を期待できるんじゃないかなと私思っております。ということで、今日はですね、この CR627S を開封して、あと調整をして 50MHzFM で運用して楽しんでみたいと思います。はい、それでは第一電波工業 CR627S 開封していきたいと思います。長さは 1.3m、 インピダンス 50Ω、重さは 540g、 対入力 50W、 M 型コネクターのアンテナになってます。利得は 144MHz で 2.15dBi、 430MHz で 5.5dBi になります。はい、それでは袋から出していきましょう。はい、製品の構成としては、このメインのエレメントですね、このM 型コネクターから位相コイルがついて、結構ね、しっかりした丈夫なエレメントになっています。で、それに加えてトップエレメントですね、組み立て調整に使うための六角レンチも付属しています。で、組み立てですが、このトップエレメントのコイル側に芋ネジがありますので、一旦これ緩めてもらって、はい、芋ネジね、緩めすぎて紛失しないように注意してくださいね。私は何度もそのような失敗をしております。はい、これでまあ組み立ては完成です。で、この状態で、標準で 50.5MHz に同調してます。で、調整なんですが、調整をするのはもともとここで、ばらけてるけども、調整を行うエレメントはここです。このトップエレメントの方ですね。で、このトップエレメント、そもそもですね、まあこの、元々の状態でこちら側の芋ネジを緩めると、よいしょ、はい、ある程度このトップエレメントがこう出し入れできる、スライドするようになってるんですね。まあこのスライドで、周波数の微調整をすることができます。ただまあそれだけでは、多分 51MHzFM とかでは、ちょっと使いにくいかなと思うので、このトップエレメントを、カットしてあげる必要があります。で、このトップエレメントがだいたい1センチ短くなるにつき 90kHz の、周波数の、調整ができるというふうに説明書に書いてありますので、まあ、51MHz ぴったしに合わすんだったら、5センチか6センチぐらい、まあ、切ることになるんですけども、その辺は自分の使う環境によっても同調点ずれますので、まあ、様子を見ながらね、少し切ってみて、一回チェックしてみて、みたいなのを繰り返してあげてください。まあ、パッと見細いんですけど、これね、さっきちょっと試してみたら、普通のニッパとかでは切れませんでした。まあ、鉄の子とか、ちょっとグラインダーだと大げさかな。まあ、このワイヤーカッターみたいなものを使ってあげる必要があると思います。この切断した上で、もう一回戻してあげて、まあ、この芋ネジをね、締めるという使い方です。
で、まあ、多少、さっきも言ったけど、ここ、引き出したりできるんで、まあ、51メガぐらいに合わせといて、たまに SSB やるんだなっていう時は、まあ、引き出してあげるのも手かな。はい。CW やりたいとなると、どうだろうな。元々の状態、標準の状態から引き出すみたいな使い方がいいのかもしれませんが、ちょっと SWR 測ってきた、測ってみた感じ、SWR の落ちる、待機幅自体は結構広いので、まあそんなにね、まあぶっちゃけシビアに考えなくても、まあ自分の、一番やりたいところに落としておいて、あとはまあこのスライドで50メガ全体としてはなんとかなるのかなっていうね、印象です。はい。ということで、この状態で車に取り付けて、実際に運用してみたいと思います。CQ6 メーター FM、 こちらはジュリエットジュリエットゼロ、ノベンバーシエラユニフォーム JJ0NACU ポータブル2岐阜県不破郡関ヶ原町移動です。お聞きの方いらっしゃいましたら応答お願いします。受信します。どうぞ。 JJ2NACU ポータブル2、こちら JO2LGD 岐阜市固定です。入荷ありますか？どうぞ。はい、ありがとうございます。JO2LGG リマゴルフ、ゴルフでよかったでしょうか？間違ってたらご訂正ください。こちらは JJ0NSU ポータブル2岐阜県不破郡関ヶ原町移動です。どうぞ。はい、了解です。JJ0NSU ポータブル2 JO2LGG、 はい、その通り、リマゴルフ、ゴルフ、リマゴルフ、ゴルフです。はい、ピックアップね、ありがとうございます。私さっき J2 って言ったかもしれないけど、はい、すいませんです。JJ2NSU ポータブル2、JO2LGG 岐阜市固定に、59で入ってます。どうぞ。はい、JO2LGG、 こちらは JJ0NSU ポータブル2です。声で誰か分かりました。はい、初めてで、アマチュア無線で更新すること自体初めて。はい、どうでしょうか。はい、ありがとうございます。59のレポートありがとうございます。こちらからね、5959のレポートをお送りいたします。はい、今日はですね、第一電波工業から出た CR627S というね、トリプルバンダーのアンテナをね、ちょっとつけて、テストしてます。JO2LGG、こちらは JJ0NSU ポータブル2です。どうぞ。はい、各局ありがとうございます。 JK2CNV、 こちらは JJ0NSU ポータブル2です。5959で関ヶ原町明神の森に聞こえてます。どうぞ。はい、了解。 JJ0NSU ポータブル2 JK2CNV で再通話になっております。明神の森ですね。59レポートありがとうございます。はい、こちらからも59フルスケですね。はい、今こちら 10W で HB9CV です。お返しします。どうぞ。はい、JK2CNV、 こちらは JJ0NSU ポータブル2です。はい、59プラス40かな。はい、プラス40振ってます。今日はね、第一電波工業の CR627S っていう新しいアンテナをちょっとね試しております。トランシーバー TS480、送信出力は 50W でございます。はい、応答いただきましてありがとうございます。JK2CNV、 こちらは JJ0NSU ポータブル2、どうぞ。了解です。はい、50W ですね。もうこちらフルスケでね、明治の森だと、まあ、50W だとフルスケですね。はい、あと、59レポートもね、はい、ありがとうございます。はい、こちら、鏡原市上地場所ですってことで、はい、先ほどもね、LGG さんの声も聞こえておりましたけど、はい、テストですか、どうぞ。ジュリエット、オスカー、トゥ、ビクター、エコー、エコー。はい、ありがとうございます。JO2VEE ですね。ジュレット、オスカー2、ビクター、エコー、エコー。こちらは JJ0NSU ポータブル2、岐阜県、不破郡、関ヶ原町、明神の森です。5151で、入館しております。どうぞ。5151で入館しております。どうぞ。はい、了解です。JJ0NSU ポータブル2、こちらは JO2VEE です。はい、小野さん、こんにちは。レポート5番のレポートありがとうございます。こちらからレポート5555で名古屋市北区に入館しております。はい、移動お疲れ様です。はい、こちらに出力、現在、1W で、705で 1W 送信しております。どうぞ。
はい、了解です。JO2VEE。こちらは JJ0NACU ポータブルというです。はい、1ワットなんですね。705ということで了解です。はい、音いただきましてありがとうございます。なんか、705も今なんか全然無線機屋さんも入荷がないみたいで、はい、早く入荷しないかな、みたいなこと言ってました。なんか、貴重になってるらしいですよ。はい。そんな話をね、この間、カンハムかなで聞いてきたとこでした。僕のは、先ほどからお話している CR627S というアンテナを TS480、ケントの TS480 に接続してね、運用しております。JO2VEE、こちらは JJ0NACU ポータブル2です。どうぞ。はい、了解です。はい、ホルコピーです。はい、726S です。CR726S ですね。はい、了解です。はい、あ、そうですか。当局もね、このアンテナ非常に気になってましてね。はい、いいななんて思っておりますけど、はい、SG、7900でしたっけ、はい、の3バンドのやつとね、何が違うのかななんて思いながら、はい、まあ、とりあえずあるしな、どうしようなんてね、ちょっと思っておりましたけど、はい、またね、レポートの動画楽しみにしております。はい、ということで、今日はこの CR627S を、組み立て調整して実際に運用使ってみました。最初のまず調整の部分で言うと、この 627S 仙台モデルがあるんですけども、仙台モデルでは、まあ、同じようにトリプルバンドのアンテナではあったんですけども、ここまでね、その調整するっていうことができなかったんですよね。なので50メガで自分の使いたい周波数にぴったり落とし込んで使うことができる。まずね、ここがメリットじゃないかなと思います。で、その上で、まあ、実は今日更新中に、モノバンドの、4分の1のアンテナとも比べたんですよ。で、これ遜色ないんですね。トリプルバンドアンテナなのに、モノバンドのアンテナと比べて遜色ないということがね、まず素晴らしいところなんじゃないかなと思います。144とか430にね、いたずらされずに、50メガでぴったり追い込んだ、フルに性能を発揮できるアンテナなんじゃないでしょうか。そしてさらにそれに加えて、このアンテナは144、430も運用できると。なので144、430も使える、HF 機ですね。例えば IC705 とか IC7100、八重洲無線だったら FT857 とかをね、今でも使ってるよっていう方は、50メガ楽しみつつ、普段ね144、430も出れるアンテナということでおすすめできるんじゃないかな。調整する楽しみと合わせてね、ぜひ皆さんに一回試していただきたいです。この CR627S の製品情報、メーカーウェブサイトの方説明欄にリンク貼っておきますので、そちらの方でチェックしてみてください。全国のアマチュア無線取扱店でもこの CR627S 購入できると思いますので、お近くのアマチュア無線機販売店にも聞いてみてください。この動画役に立ってよかったという方は高評価ボタンを押していただけると、モモスケの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。 X もやってます。説明欄のリンクからチェックしてフォローしてください。以上、モモスケでした。バイバイ。